主人が時々駅で待ってるんですよ。で、嫌なんですよ、私。そんなアメリカの方とね、付き合ったりして、で、うちの主人は黒人でしょ。だからやっぱり目立つでしょ、多分。ね。困った。どうしようと思うんですよ。ね。だけど、送ってってあげるって言うんですよ。で、私はもうみんなに見られたら恥ずかしいから、それじゃあ送ってってもらった方が、そんなとこで話したりしてるよりも早く消えたいと思って、そして乗って、で、家へ送ってきてくれたんですよね。うん、そしたらだんだん私も好きになったんですね。うん、やっぱりね、好きですとかね、愛してますとか言われると、いい悪い気はしないですよ。ね、私はこの人と結婚しようとか交際しようなんて思ってなかったんですけどね。うん、そしてうちの親にも言うんですよ、結婚したいって。だけどこの子は若くてね、料理もできないからダメだって言うんですね。そしてでもそんなことしているうちに、私が外で、まあ、ちょっとデートっていうか したんですよ。そして、まあ、結婚しましたね。